さあ来ました小崎慎。あ、おおめでとう。すごいね、おめでとう。え、いくつ上がった？おめでとうございます。170上がったでしょ。見ましたか？いや、すごかったっす。びっくりしたっす。ねえ、はい、A より盛り上がったっすもん。盛り上がったね。うまいね。いや、うまかったです、はい、あ、あるの？はい。さあ、小崎来ました。じゃあ、まずはジン君からいきますか。おめでとうございますでしょ。最後、何を考えましたか？60。あ、かまない。もう俺、ゆうなちゃんファンやけどね。おー、120回。上がる？60残ったでしょ、ゼロワン。何を考えて投げたんですか？緊張しました。あ、ほんと。でもなんかいいリズムでそのままね、リズム狂わず、はい、あれは才能というかすごいですね。すごいね。でもさ、あのこれ学校につけていっていいの？これしかもプラチナじゃないのこれ。そうそう、学校もつけていってるこれ、うん、つけていってないの？これ何、この指輪は？これ、これお兄ちゃんから。あ、お兄ちゃんからプレゼント。お兄ちゃん誕生プレゼントに俺このこんな指輪もらったことないし俺。ちょ見せてあげて。こう、かっこいいね。ジン君今何歳ですか？今9歳です。3年生ね。すげえ。やっぱ3年生で貫禄ちょっとあるもんね。貫禄あるね、ちょっとね。相撲とか負けたことないでしょ？相撲ね。相撲負けたことない？はい。喧嘩も負けたことないでしょ。喧嘩し、相手が戦いを挑んでこいよね。はい。すげえ、いいな。無双みたいな。いいな。いいなって、いいなって。あ、向かって来られちゃう。知ってる？かっこいい。どうこの人のことどう思ってる？ダーツが上手いと思う。ダーツ。ありがとうございます。小垣くんで言います。小崎ね。小崎。小垣。さっきずっとハイタッチしてました。2人で。ゆうなちゃんも。あ、2人でね。あ、ゆうなちゃん。あれ、ゆうなちゃんと、あれは3レッグで2つすぐ取ったから。はい。まあ、さすがね。人勝ちね。なんか、憧れの選手とかいますか？誰のファン？村松春樹さんの。あ、村松春樹のファンだよね。やっぱフォームが綺麗だから。あ、そうなの。はい。山田ゆきは？いやー。好きっちゃ好きやけど、どっちかというと微妙の方。